私たちものすごく高校3年生って感じしない？踏み出す時のお手伝いをできたのかなって。Mabuhay, everyone! This is Univont here, and I'm back at Band Dream Girls Band Party. And as you can tell from the first video, we managed to get Katsumi, and you might be wondering, Hunter, since you already got Katsumi, where the heck did you got Mashiro? And basically, from this clip. And as you can tell, this also is part of the background as well. Yeah.But good animation, though. みんなが一歩踏み出す時のお手伝いをできたのかなって。美味しい野菜たちにこの気持ちを届けよう。きっと右のカードです。ウサネ、最近ちょっとお疲れな気がするから心配だよ。And funny thing happened here. This is basically a day after from the Bang Dream, recording session for the first video. So let's go ahead and build up Mashiro and Katsumi.Because basically, comparing for the 4-star Dream Fest to the 5 stars and 5-star Dream Fest, basically, were not powerful enough. So let's go ahead and build them up.
業式最高。時間見てみなって、まだお昼前じゃん。こんなに早く帰れるとテンション上がっちゃうよね。今から何でもできちゃう気がするよ。それな。じゃ、どっか行っちゃう？私ちょうど欲しい服があってさ。もう、これから練習なんだから遊んでる暇なんてないでしょ。うん、GBT の優勝と月の森音楽祭を目指して頑張ろうって決めたもんね。お、その目のメラメラ具合、シロちゃん燃えてるね。そうかな、自分じゃよくわからないけど。確かに今日の倉田さんはいつもより積極的かもしれないわね。言われてみれば、月の森音楽祭に出たいって言ったのもましろちゃんだったし。マジナイスアイディア。これで月の森がモニカキングダムになるのも時間の問題だな。トーコちゃんまた言ってる。でも月の森音楽祭か、なんだか前に参加した時のことがちょっと懐かしいよ。うん、ルイさんが入って初めてのライブだったよね。あの時に私たちのバンド名がマルモニカになったこと覚えてる？当たり前だよ。それまでは月の森カッコ仮だったもんね。ってことは音楽祭はモニカになって初めてのライブってことじゃん。マジメモリアルなライブなんだけど。ひろまちもよーく覚えてるよ。トーコちゃんとツーちゃん、本番前すっごく緊張してたよね。緊張なんてしてないし。2人とも息ぴったり。そういえばあの時倉田さんは落ち着いていたわね。意外だったのを覚えているわ。うん、あの時はライブを成功させようってあんまり考えてなくて、私たちのステージを見てもらうことだけを考えてたから、今でも昨日のことのようにはっきり思い出せるよ。ステージの上でみんなの音が私を支えてくれて、輝く景色に続く道を見ることができて、ここから私たちの旅が始まるんだって思ったんだ。うん、私もあの時の気持ちが一つになった感じ絶対忘れないよ。あれからいろんなことがあったよね。サークルのライブにもたくさん出たし、青空バンドコンテストにも参加したわね。あとスーパートーココレクションにもな。てか私たちめちゃくちゃ活動してね。うんうん、いっぱいいろんな経験してバンドとして前より強くなった気がする。それな。私ももともとめっちゃギター上手かったけど、今は伝説のギタリストトーコとして超有名だかな。伝説のギタリストってそんなこと言われてないでしょ。ほんと大げさなんだから。でも成長したと思う。真っ白ちゃん、その私はほんのちょっぴりかも。だけどシーロー、そこは成長したって言い切るところだから。そうそう、みんなすっごく成長したよね、ルイルイ。ええ、あの時に比べたら確実に技術は上がっていると思うわ。うん。じゃあ次の月の森音楽祭では私たちの成長した姿をみんなに見せてあげないとね。もっともっとたくさんの人にモニカのいいところ知ってもらおう。よし、月の森をモニカキングダムにするぞ。トーコちゃん、それ本当に気に入ったんだね。あなたたち、月の森音楽祭の話ばかりしているけど、その前に GBT があることを忘れてないかしら。忘れるわけないっしょ。なんたって狙うは優勝だし。うん、そうと決まったら早速練習を。あ、
そういえば、お昼ご飯まだだったね。話に夢中で忘れてたよ。じゃ、まずはお弁当な。それじゃあみんな、準備はいい？手を合わせて。いただきます。If you understand the Bond story, well, good job. Thank you guys for watching and see you guys soon.